栗山町の地域おこし協力隊として町の魅力を発信する伊沢彩香さん26歳。暇な時に取りだめて時間指定して投稿とか、もうちょっと更新頻度は高くしていきたいんですけど。札幌出身の彩香さんが栗山町に来たきっかけは、大学時代に参加した食のチャリティーイベントです。活動するうちに農家さんをサポートしたり、農家さんにもっとスポットライトを当てるような仕事をする人間になりたいと、自分で農家フェッチって言ってるんですけどもうみんな農家さんかっこよく見えちゃうんですね、はいはい、なので栗山町の元気な農家さんたちを見ると、あの私も胸がキュンキュンするしもっといろんな人に知ってほしいと思うので。彩香さんは農家の PR の他にも管理栄養士の資格を生かしてレシピ開発や料理研究家として食の魅力を PR します。そんな彩香さんが活躍の場を広げるきっかけとなったのが、町内で農業を営む高弘さんとの結婚です。去年3月長女ののかちゃんが誕生し、今では農家の一員としてより深く食と農業に関わることに。農家さんに嫁いでみていかがですか？農業の隅から隅まで見ることができるっていうところがすごく嬉しいですね、うん、野菜というか食材がすごく身近にありますし、うん、それを使って家族に栄養バランスの整った食事を作れるっていうことで、うん、義理のお父さんの血圧も下がったし、はい、おじいちゃんもあの血液検査の結果が良くなったしっていうことで、そんな彼女と夫高弘さんが作る野菜は珍しいものばかり。これはなんていうトマトなんですか？これはサンマルツァのリズルバと言って、トマトソースとか煮込みに向いてるトマトの種類です。へー、トマトソースにしちゃうのでヘタはいらないのですぐ取れちゃうんですよ。なるほど、おお簡単うん、甘みも香りもさっぱりしてて美味しい。ここのハウスだけで何種類ぐらい野菜育ててるんですか？トマト、ナス、紫唐辛子、ピーマン、それぞれまた品種で特徴も違うので、オクラも5種類とか。へー、はい、この日は年に一度の夏祭り、地元野菜を PR するチャンスです。店頭には色とりどりの野菜が並びます。ちっちゃいのもね、マイクロトマトとかそういう品種なので、珍しい野菜ルバーブで作ったケーキも。ルバーブも お客さんに大好評。自ら野菜を育てる経験と栄養士としての幅広い知識が食の魅力を引き出していきます。いろいろなお客さんの反応を知ることができるのが今一番楽しいかなと思います。これからやってみたいこととかってありますか？はい、資格を生かしてレストランとか自由に見たり触ったりできる小さい農園があって、うん、ミニトマトが自分で取ったのが食べれたりとか、うん、レタス積んでお皿に乗せることができたりとか、そういう体験農園的なレストランにしたいなと思ってます。伊沢さんが自分らしく生きるために大切にしていることってどんなことですか？遠慮しないことが一番自分の中で大事かなと思っていて、私は結構何でも挑戦していきたいタイプなので、自分の思いとかをちゃんと周りに伝えながら進んでいくことが大事だなと。